はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうじでございます。5月4日に NHK スクランブルデモを渋谷で予定してるんですけれども、渋谷のあの神宮寺通り公園という公園のですね、使用許可が取れました。まあ、あのその公園、まあ、あの先にあの取られてると取れないわけですし、あとはあの区が使用許可出さないなんていう場合もありますね。ここの団体は危ねえなんつってですね、それ取れましたんで、あとはあの月曜日ですか、25日に警視庁行って、デモ申請、してきたら正式に告知ということになりますけれども、月曜日のあの警視庁のあのデモ申請の方はですね、まずはあの却下されないので、だいたい本決まりであります。でもあの正式にあの告知できません。警視庁の方でうちでの手続きが済まないうちは告知しねえで来ろと言われておりますんで、どういう理屈だかわかんないんですけれども、まあ何があるかわかんないから、備えてるってことなんですかね。代表好きたっくんとは連絡取れました。車出してくれるみたいであります。でも今回あの1台だから、先頭に置くか一番最後尾に置くかちょっと悩んじゃいますね。支部長スタッフやってもらいますんで、5月4日予定開けといてください。皆様もですね、よかったら5月4日予定開けといて、 NHK スクランブルデモ in 渋谷にご参加よろしくお願いいたします。帝国の敵財務省が防衛費増を牽制したそうであります。まあ、産経新聞に載っておったんですけれどもね、記事を要約するとですね、財務大臣を洗脳する会を開き、まあ、あの経済諮問会議なんてあれですけれども、まあ、財務省の方で人を選んで呼ばって、自分の都合いいこと言わして財務大臣に聞かして、洗脳するって会ですね。国民の生活、経済、金融などの安定があってこその防衛力と力説したそうであります。まあ財務大臣の洗脳ですね。それギャグだな。生活、経済あっての防衛力じゃないな。これ強い力を持って侵略抑止、これが一番大事ですね。攻め込まれないということが一番大事。ウクライナ見て分かんねえのかな。侵略されたら生活や経済どころか命すら、自由すらね、実際にウクライナ人が10万人以上もサハリンに拉致連行されてるってニュースもありますし、本当に財務省の官僚ってバカなんですね。順序逆だわね。国家あっての生活でしょ、国家あっての経済でしょ。まあ逆に言うとですね、逆じゃないんですけれども、戦争の反対が平和じゃないんだな。平和の反対は混乱であります。混乱、混乱あるところに生活も経済も金融の安定もありゃしない。一番大事なのはすっごい防衛力、軍事力持って、間違っても日本に攻めようっていう気を起こさせないこと、これだと思いますけれどもね。財政けちるために安く抑止力得たい、まあ攻められては元も子もねえからというところまで考えが至ってですね、財務省の官僚のバカどもにも、安く抑止力を得たいって言うんだったら核武装しましょうって財務省が叫んでもいいぐらいですよ。うちらは支出をなるべく抑えたいんで核兵器が安上がりですから、っていうようなところまで考えが至ればいいんですけど、なんせ財務省のバカどもは孫も子孫も苦しむ重税一生懸命やってますから、まあ東大行っててもバカはバカと。これね、帝国の一番の敵は今だけ俺だけっていうメンタルの官僚どもとですね、その悪意に気がつかない議員の
愚かさ。議員って人種ですね、あの選挙の次の選挙のためだと思いますけれども、賢く見られたいとかですね、いい人に見られたいっていう欲求が凄まじいものがあります。そんでもってね、レジ袋有料化事件、あれ実は義務じゃねえみたいな、そういうことがあったようにですね、官僚のですね環境のためであるとか二酸化炭素削減とか、そういう耳障りいい言葉にたやすく騙されるの、議員って人種は。私も議員になって分かったことなんです、これは。議員操るの結構簡単かもしんねえな。で、帝国の一番の敵がですね、そういうですね議員の頭の悪さ、省庁官僚の悪意に気がつかない頭の悪さとですね、まあもちろん官僚の悪意っていうのが一番あれかな、帝国の敵じゃないのかな。ウクライナはネオナチとツイートしたアカウントの 87.8% が反ワクチンであったという分析結果であります。産経記事なんですけど、ネットの反応です。中華アカウントってことだろう。反原発再エネ推進もかぶってそう。まあそれ言ったらまんま左翼ですかね。プーアノンと反ワクが同じなのは狙うなら知ってる、中国の業者なんじゃない、9割は誤毛ってことか。反ワクチンイコール左翼、進路イコール筋金入り左翼、分かりやすい悪の集団。左翼と反ワク、反ウクライナの親和性は異常。反マスクと反ワクチンの中身は中間だもの。一概にこうとも言い切れないですね。私豊島区の女医さんからですね電話相談受けて、小さいお子さんがいいんですけど、マスクが低酸素症をもたらして、その後の脳みその発達に心配だって言ってですね、30分ぐらい粘られちったんですけど、大丈夫じゃないですかみんなマスクしてんだったらね、従わざるを得ないんじゃないですかみたいな感じでですね、区も幼稚園の方もですね、そういうことで話進んでますんで、マスクしない大人おっさんたまに見かけますけど、あの人らね、自分がうつらないからいいっていうんじゃなくて、人にうつさないっていう視点が抜けてますよね。ツイッターは似た傾向のアカウントがフォローし合うのでですね、意見が濃くなりがち、先鋭化しがちであります。それしか見てないと、それが世界のすべて、同じような意見の人がより集まるわけなんで、1907アカウントがウクライナはネオナチと言ってたそうであります。その3倍のアカウントがこれに賛同し拡散と、引っ張られてる人が3万ぐらいいるってことでしょうか。約1万人の中間工作員に騙されてる人が3倍ってことかな。1万人の工作アカウントの実数はどれぐらいなのかっていうことなんですけど、中国韓国だけじゃないと思いますけれども、この工作員ロシアも入ってる、日本の左翼も入ってるとは思われますけど、実数どのぐらいなのかな。1人がですね1日中ですね10個のアカウントを操作しているとすれば約1000人でしょうか。そのぐらいはいそうだね。中国関係500人、韓国関係200人、左翼関係200人、ロシア工作員100人で1000人、そんな感じかな。そのぐらいいそうですよね。進路イコールですね台湾沖縄を盗みたい中国共産党はウクライナ侵略の成功を切望しているからと。これでもしロシアがコテンパンに負けてですね、崩壊国家消滅っていうことになったら、台湾に対したら俺らもああなんだなっていうことにはならせたくないという中国共産党。反ワクチンイコールですねアメリカ製でなくて
俺らが作ったワクチン買ってくいよというですね利害、ゆえに進路で反ワクイコール中共アカウントっていう、説が成り立ちますけれども、しつこいですけど、ウクライナがネオナチだろうがなんだろうが、それが事実であろうがですね、ウクライナの次は北海道を攻めてこられるんだから、事実がどうあれロシアを絶対悪と決めつけて弱体化させるのが我々の利益であります。ロシアがですね、日本はネオナチとか言い出すのも時間の問題ですもんね。日本政府ロシア外交官8名を国外追放、ガルージン駐日ロシア大使、追放に対する報復が続くと、とりあえず脅すというのをまだやっておりました。ネットの反応です。楽しみだ。勝手に出て行ってんのに何言ってんの。そもそも今までスパイしてただろ。ガチのスパイ活動してるヤバい連中だったらしい。通貨駐車料金払えよ。駐車料金の踏み倒し年間1000件だって、ロシアの外交官による。これね、外交官特権で捕まえらんねえって話なんですけどね。A はしばらくカニが食えなくても話通じない連中って分かったから追い出したんだよ。北海道はロシア領土とか言っておいて何言ってんだ。ロシアの弱体化は日本の国益と、北海道はロシア領土、金星はロシアの惑星、敵対国発表します。日本とか言っておいて今更何言ってんだ。報復は続く。じゃあ今まで報復なかったっていうのが、嫌がらせなかったっていう、韓国の外交っていうのがとりあえず嘘をつくという、まず一言目に嘘つくっていう外交、ロシアの外交とりあえず脅すと、まず一言目に脅すっていうパターンがあるようですね。北方領土を盗んでるロシアとはですね、遅かれ早かれなんかで揉めたと思いますよ。土地狂ってウクライナ攻めたから早まっただけで、全ての責任はロシアにありますよね。領土泥棒の敵対国からガスやら石炭やら買ってたのが異常で愚かなんですよ。こういうのの管轄は外務省と経産省かな。エネルギー庁って経産省の下ですもんね。俺の任期の間だけ何事もなく言いなりになっていればいいとか、そういう官僚ばっかだったんじゃなかろうか。なんで敵国と敵国からガス買うんだって話。与党議員がこういうのの暴走を止めるべきなんですけど、レジ袋は有料は義務じゃない事件とか、自民議員は頭が悪すぎてですね、官僚の悪意に気がつかないんですよ。長年議員の考えることは格好したい、賢く見られたい、それで90% ぐらい脳みそ占められてますんでね。野党議員はですね、帝国が傾くことを望んでるから、官僚の悪意に気がついたとしてももっとやれって思うだろうし、自民党議員以上に頭悪いから全然気がつかないだろうしね。報復のつもりなんだかなんだか知られませんけれども、これ言った夜にですね、ロシア駆逐艦など6隻が対馬海峡の航海を通過いたしました。別に領土侵犯とかそういうわけじゃないみたいであります。航海ですからね。ネットの反応です。必死すぎて草めっちゃ威嚇してきよる。あからさますぎ余裕ないんだな。対馬海峡だとかロシア人の墓場の下見にでも来たのか。これは対馬海峡にはロシア人がいっぱい沈んでるそうなんですね。前の戦争で法的に問題ない行為だけど、報じられ方や世論を探ってんだろう。ボロすぎて威嚇になってないのがすごい。対馬と壱岐には対艦ミサイル基地を置いてほしい。こういうのやればやるほど国内左翼が弱体化するので歓迎。あ、そうかもしれないですね。ロシアが生きれば生きるほど、ロシアが悪ければ悪いほど国内左翼が元気なくなっていくからいいかもしれないな。風速7メーターで沈むくせに、自衛隊恩門ゲットだぜ。ロシアの軍艦ですね、サビだらけのボロ船で、むしろ嘲笑されておりました。ネットでは、ウクライナの対艦ミサイル2発で機関が沈むのに、これはモスクワって船
沈んでましたね、2発で。機関っていうから、艦隊の司令部置いてあるところなんですけど、日本のあの対艦ミサイルもっとすごいんだけど、耐えられんのかな。これがあのガルージがいっさ、報復なのか。これぐらいで脅しになると考えてるなら、全く甘いですよね。北朝鮮がですね、ミサイルしょっちゅう撃ってんのに、なりきってですね、話題にもならない。もう慣れっこになっちゃった日本の平和ボケを舐めるんじゃないってですね、よっぽどのことをやんないと脅しになんないですよ、日本は。もう慣れちゃって、そういう難癖嫌がらせにはね。というわけで5月4日、デモをやりますんで、よろしくご参集ください。デトックスジャパン。